食事に対する印象は、味や香りだけではなく、手触りだったり、見た目といったところにも大きく左右されます。しかし、再生以前の民宿では、扱いが楽という理由でプラスチック製の食器が使われていました。プラスチック製の食器は宿泊客に対して少し安っぽいという印象を与えてしまう可能性があります。そこで白馬村新民宿では、栃木県の益子焼を使用する食器として統一し、重厚感や温かみを出すことで、普段とは違う食事というものを演出しました。以上2つの提案によって、白馬村新民宿の食事はこのように変化しました。新しい食事に対する宿泊客の評判はですね、上々で、美味しいという評判はもちろんですが、こんな郷土料理は食べたことないだとか、配膳が綺麗だとかいった評判をいただいております。続いて、再生活動の最後の柱、おもてなしについて説明させていただきます。おもてなしは、食事を除いたサービス全般についての再生活動です。初めに述べた、コンセプトのうち、生活文化と外のつながりですね、以上2つについて、2つの観点から再生活動を行いました。冒頭でも述べましたが、背景としてスキーブームが終わったことによるニーズの多様化があります。かつてはスキー客がメインでしたが、今では登山客であったりトレッキング客であったり、あるいは自然体験を目的とした、宿泊客も多く訪れるようになりました。そこで、新民宿では誰でも気軽に楽しめるアクティビティを用意しました。それが、小さな催しというものです。こちらはですね、誰でも遊びの準備で誰でも気軽に白馬の自然であったり生活文化を体験できるというものです。具体的には小樽鑑賞や鎌倉作り体験といった自然体験はもちろんですが、豆腐やおやき、果実酒作りといったここでしか味わえない白馬村の文化体験というものができるようになりました。以上3つの再生活動を経てですね、新民宿は昨年の7月にオープンしました。昨年の7月にオープンしたのは、幅上と、右側は東岩田となっております。の2軒がオープンしました。で、その際ですね、宿泊料金、今までが6500円だったのが、8500円。プロジェクトによって生まれたサービスの質を維持するために、8500円維持しました。こうすることによって、民宿オーナーが、それに見合っただけのサービスを提供しなければならないと強く意識するようになりました。ちょうど今日7月になり、新民宿はオープンから1周年を迎えました。それでは、今年1年間、新民宿が一体どれだけの成果を上げたのかということについて説明させていただきます。まず、民宿経営者への社会的効果からです。高水準のサービスの導入により、白馬の文化を前面に押し出したことで、外国人の利用者や日本人のリピーターが増加しました。加えて、近年の食育への関心の増加により、採れたての野菜を使用する新民宿で、自分の子供に野菜の本物の味を知ってほしいという親が、子供を連れて新民宿を訪れるようになりました。彼らの目的は、白馬の郷土料理だけではなく、小さな催しで行われる様々な食育に関する体験活動でもあり、小さな催しは観光客の増加に貢献したといえます。さて、具体的な経済的成果ですが、こちらの青で囲まれたグラフをご覧ください。このグラフは2010年の前年比宿泊者数のグラフです。幅上は前年から 264.6%、東若田では 153.9% となりました。売上については右のオレンジの枠の中のグラフをご覧ください。幅上は 306.7%、 東若田は 201.6% となりました。ここで考慮すべきところは、2つの新民宿とも宿泊料金を6500円から8500円に値上げしたこと、値上げしても売上宿泊者数が増加しているという点です。これは白馬村新民宿プロジェクトがしっかりと成功していることの裏付けとなるでしょう。次に、新民宿へのエンパワーメントについてです。これは2つあります。1つ目は、新民宿のサービスの水準を向上
新民宿ガイドラインとしてまとめられ、新民宿オーナーがその高水準のサービスを継続して提供できる体制を整えました。2つ目は企業努力の重要性を再認識してもらった点です。これは一見すると当然のことのようですが、再生前の民宿オーナーは宿泊客は待っていればそのうちにやってくるという態度で経営をしていました。しかし今年1年の成果で顧客のニーズを満たすことの重要性を理解してもらいました。先ほど述べた新民宿ガイドラインも持っているだけではなく、しっかりと守る、あるいはそれ以上のサービスの提供が重要であり、企業努力の大切さを知ってもらったということは大きな意義があります。また今回のプロジェクトを通じて副次的に白馬村観光局に対してのエンパワーメントを与えることができました。これには3つあります。1つ目はモデルの提示です。民宿とはかなり独立性の高い宿泊施設であり、顧客のニーズをあまり考慮せず、それぞれのオーナーが思い思いのサービスを提供してしまったことが新民宿以外の民宿であります。それにより多くの顧客を逃してしまいました。そんな状態にこのようにしたらうまくいくというモデルを提示したことで、多くの民宿にそれを紹介できるようになり、結果的に白馬村への利益となりました。あとの2つは新民宿へのエンパワーメントと重なりますが、規模が大きくなったことで利益も大きくなります。一般客が白馬村に対して求めるサービスの水準を示しました。これによって、そして最後の3つ目は社会的背景に伴うニーズの変化にあったサービス提供が大切であることを伝えました。観光局に対するエンパワーメントはこの白馬村新民宿プロジェクトが成功を収めたからこその結果です。最後の目標、今後の目標及びまとめです。新民宿プロジェクトは昨年7月に始まって短い期間で大きな利益をもたらしました。そして1年間というスパンでは成功したといえます。しかし観光業におけるプロジェクトは特に長期的に結果を残さなければなりません。そしてそのためには企業努力こそが最も必要とされており、これによりリピーター客を増やしたり良い評判を獲得できたりするのです。そこでこれからの1年間の目標は、私たちが初心を忘れないように地道な努力をしていくことです。なお新民宿をもう一軒増やすかどうかについても検討中で、もしその計画が実施されれば新民宿の魅力を紹介する窓口がもう一つ増え、白馬村により多くの人々がやってくるようになります。よってこの計画が実施されれば、た場合の目標は3軒目の新民宿の営業を1年以内に行うというものです。この2つのことを来年度の目標とし、白馬村の魅力を伝えていきたいです。最後に東日本大震災の新民宿プロジェクトへの影響についてです。地震の発生により3月11日以降予約のキャンセルが相次ぎ、4月いっぱいまでその状況が続きました。しかしゴールデンウィークには持ち直し、東若田は満室となりました。これは、時間です。プレゼンテーションを終了してください。ここから質疑応答に移ります。質問できるのは審査員の方々だけです。それでは、挙手をお願いします。2列目、新民宿の宣伝に関しましては基本的に観光局が主体となって行っております。なので、そうですね、新民宿というモデルを作るところまでは私たちは関与しているんですけれど、その後の、PR というところに関しては、基本的に局の方にお任せしております。他にございますでしょうか。はい、2つ聞きたいんですけど、1つは、
テナ施設で一番やっぱり大事な接客対応、この辺について何か手を打たれたのかと、もう一つはこの民宿のアップはすごいと思うんですが、あの全体、もし分かればですよね、この観光客というベースで見たときに、それが全体が増えているのか、それとその中での、まあ、これだけ集中したのか、この辺はいかがでしょうか。はい、ではそれで、一つ目のおもてなしに関してなんですけれど、そうですね、基本的におもてなしのおもてなしに対する態度というのは非常に低いものであったということがあります。まあ、こうなれたり言えばそのあれなんですけれども、例えば夕食が冷めているという状況が再生以前にはですね、民宿でよく見られていました。そういったあたり、基本的なところですが、そういうところがなっていないということで、私たちの方で必要最低限のことを、だけど、それが観光客、宿泊客ですね、喜ばせるところなんだということで、意見を言わせていただきました。で、続いて2つ目の全体の観光客についてなんですけど、確かに白馬村の新民宿の宿泊客が増えてるんですけど、残念ながら全体に関しては減っております。まあ、先ほどお見せしたグラフの傾向がそのまま続いているということです。よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。新民宿のこう売り上げは増えているんですけれども、実際こう値上げをしたことで実際の利益というのはどうなっているんでしょうか。ありがとうございます。利益に関してはですね、一応その2000円という額はサービスの維持ももちろんなんですけれど、それで利益が減らないようにという設定を行っております。ですので、そうですね、マイナスということにはなっていないんですけれど、ちょっとここでは実数をお見せすることはできないので、局とか民宿の更新上のお見せすることができないので、マイナスにはなってないというところまで。よろしいですか。他にございますか。はい、どうぞ。この新規のお客様の、ニーズが本当に、新民宿と合ってたのかという、検証ですね、それはされたのかということと、それから顧客の評価、どのようなものであったか、特に数値的なものがありがたいですが、まず数値的なところなんですけど、先ほど申し上げたように、そこはちょっと申し上げられないんですけれど、ニーズに合っていたかどうかというところなんですけれど、まあ、先ほど申し上げたように、具体例としてですね、白馬村で、畑で農業体験とか、そういったものをサービスとして、小さな模様として、導入しまして、それが目的で、夏の間にですね、親子連れできたという方がかなりの方でいらっしゃいます。そういった意味では、ニーズに対して対応できたのではないかと考えております。その一つですが、新民宿に泊まるということと、他の民宿を選ぶという可能性があったんですが、新民宿をあえて選ぶんですか。そうです、そう信じております。検証はされてるんですね。検証はしてもらう。他にございますか。継続性を考えると、3点目っていうのがあったんですけども、他の民宿との連携とか、今回の施工体験とか、共有とか、その辺はどうなったのか。そうですね、共有に関しては、まだ行っておりません。昨年の4月に、まず意見をオープンさせて、それが果たして成功するのかどうか、まあ、そうですね、サービス内容を少しずつ修正しながら、今年1年を行ってきたので、まだ他の。ありがとうございました。時間になりました。慶応義塾大学チームの皆さん、ありがとうございました。今終了いたしました。慶応義塾大学を含め、